どうも、このまるです。きいたろです。まあ、先日さ、ジャニーズ会見で言及した忖度の件でもお話ししたんだけど、まあ、他ボーイズグループ、ジャニーズ以外のボーイズグループがなかなか M ステに出れないっていう現状があるっていうお話して、で、その話にもさ、展開があってさ、BE:FIRSTが M ステに出演するんじゃないかっていう、なんか調整しているみたいなっていうニュースが出たね。ね。なんか、こうやって時代動いてくんかと思ったわ。マジで、うん。ね。いや、そうなん。なんか、この数日でさ、なんか展開、みたいな。とりあえずちょっとメインストリームでさ、騒いどったんに、ちょっと待って、みたいな。わかるわかるわかる。でもさ、どうなん？なんかさ、うちらの一回その M ステ出演できるかみたいなさ、動画出した時に、思った以上に皆様は、やっぱり、なんかそれがなくても出れたら嬉しかった。そういうのが、そういう、こういう会見がなく、こういう転換、こういうあえて言及したから出れますみたいな感じじゃなくて、出れそうだったのにちょっと悔しいみたいな感じのお声が結構多いなと思ったんで、うん、確かにそうだね。コメント欄、我々のコメント欄もそうだし、結構 SNS の反応とかもそうだよね。うん、まあ、確かになみたいな。まあそれは確かになとは思った。なんかその、うん、ね、ファン側からの気持ちとしては、なんかあと一歩感あったからだよね、多分ね、余計。そうだね。まあその旬と単体ではあったけど、ウーバーさんとのコラボでシュントも出演して、結構 BE:FIRSTの紹介もしてくれて、みたいな感じの流れだったもんね。そう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 。でもなんかさ、でもなんか結局、その、もしさ、こういうのなかったら、なんか、このジャニーズの会見がなくて、うん、あの記者さんのさ、質問もなかったら、もしかしたら、なんだろう、出れるかもしれないし、出れないかもしれないっていう感じだったじゃん。そうだね。まあ、ちょっと憶測の域はちょっと出ないもんね。うんうん、そう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 。でもなんか、まあ結局でもまだ決定したわけではないけども、もしこれでやっぱ最終確定、今調整中で、もう決定したら、マジでタイミング良すぎて、私、タイミングが良すぎるっていうことに私もうびっくりして。うん。なんか、このメインストリームこんなに気合い入れて、で出して、で、もしこのタイミングで初めて、その、明らかに今まで出れなかったっていう、BE:FIRSTが出れるって、しかもメインストリームを引っ提げて出れるってなったら、やばすぎるだろうと思って、なんか、私はそのタイミングの良さ、なんか売れる人のこの運の良さみたいな、なんか、この曲でこれ、この曲で出れるかもしれないっていうのが、私はもうすごいと思って。確かにそうだね。わかる。めっちゃわかる。めっちゃわかる。急になんか染みたね。そう。いや、わかるわかる。なんかまあきっかけ、まあまあ、いろいろあるかもしれないけど、きっかけってよりかは、確かにこのタイミングで出れることの方が大事っていうか、確かにその運の良さ、うんうん、引き付けの良さみたいな強さ持ってるみたいなところあるよね。そうそう。で、しかもそのボーイズグループいろいろいる中で、多分この感じの記事ならば、まあ実際わからないけど、BE:FIRSTが初めてっていう感じだからこそ、さらに意味があるっていうか。うん。いや、絶対注目されるもんね。そうそうそう。絶対注目されるよ。だからそれがすごない。なんか、こんなタイミングよく、なんか出れるって、初めて出れますみたいな、こう追い風みたいな感じになってて。うん、まあこれ追い風と取るかは分からんけど、私は追い風に感じたからすごいなと思ったの、うん。そうだね。確かに。もしかしたら複雑に思われる方もね、いるかもしれないけど、確かやっぱあの会見があって、あの発言がさ、やっぱ取り上げられてさ、結構すごい広まったじゃん。やっぱりボーイズグループ。うん、まあいろんな界隈、あそこの会見に名前出なかったボーイズグループのファンの方とかもやっぱいろいろさ、注目してる中、確かにこのタイミングで、じゃあまずジャニーズ界のボーイズグループでBE:FIRSTと出ますってなったら、もうみんなさ、注目するし、BE:FIRSTを好きな方ももちろん見るし、気になってる方も見るだろうし、なんかちょっと、あ、なんかあの会見からの流れで出るんだってっていう、そういう切り口の人もいるかもしれないけど、入り口の人もね。うん。うん、でも結局、BE:FIRSTのパフォーマンス見たら、なんかねじ伏せられるから、なんか。わかるわかる。そうそう。もう、そう、関係ないマジで。そう。そういうの。関係ないマジで説得力ありすぎるから、なんか、出ちゃえばこっちのもんかんだよね、うん、マジで。いや、そうなん、そうなん、うん。だから、その、何度も言うけど、なんかちょっと悔しい方もいらっしゃるの重々承知だけど、いや、超いいじゃんっていう感じ。うん、私的には。わかるわかる。なんかプラスに捉えたらすごくいいことだよね。うん、すごいよ。なんか、だからめちゃくちゃ、そう、今も売れてるけど、もっとこう追い上げみたいな、もっと売れる感じ、もっとファンがつくような感じする。うん、本当にもっと大きいグループになる気がする。ああ、そうだね。ああ、そうだね。ね、キータさんさっきからさ、なんかちょっとシミチョコみたいな感じだ。なんかシミ取るなんかさっきから。だんだんシミてきた。どんどんスポンジでニューンってさ、ほら、ニューンってシミ込んどる。もう、スポンジこうでモイモミされてね、シミ込んだんね。そうそうそう。確かに確かに、そうだね。まあだからさ、ほんと記事もちょっと見てみるとさ、
まあちょっとどこまで本当かはわからんけど、その新曲リリースのタイミングで、まあ出演してもらう方向で調整しているみたいな関係者、どんな関係者かわからんけど、まあ、言われてるっぽくて、うんうん、で、ほんと今じゃんってか、もうすぐじゃんだもんね。ねえ、そうなの。今月中にもしかしたら見れるかもしれんね。もしかしたら。うん、そうだね。みんな出たら絶対大興奮やろ。もう。いや、泣いちゃう、泣いちゃう。やっぱり、まあ、祭りだし、記念すべき日みたいな感じだし、そうだね、まあなんか、こっから M ステが実際どうなるかわからんけど、このまま続くかは、まあ続くかもしれんし、もしかしたら続かんかもしれんし、わからんけど、まずなんか、せっかくならさ、M ステがあるタイミングで出れるのがなんか一番良かったんかなっていう気もするから、うんうんうん。まあまあ残るかもしれんけどね、もちろん。そう。まあまずは歴史的な日になるかもね、本当に。そうだね。うん。で、私が感じるのはやっぱメインストリームが本当に日本でここまでいい音楽を作る奴らがいるぜみたいな、なんか感じがすごい好きだから、BE:FIRSTの。うん。なんかその感じ。だから今までボーイズグループ興味ない人でも好きになる可能性高いし。ああ、そうだね。うん。なんか全然どのアーティストももちろん最高なんだけど、BE:FIRSTは BE:FIRSTの良さは刺さる人絶対いるからさ、たくさん。うん。え、いいね。いいね。うん。いや、すごいもう、なんか出る程ですごい楽しみになったのももう。わかるわかる。うん。でもやっぱミュージックステーションといえばさ、やっぱタモリさん、タモさんとの絡みもさ、やっぱ気になるところってか、やっぱそこも一つだよね、見どころの。そうだね。まあ、タモさんはブラタモリの方が正直元気だなって思うんだけど。いや、それはそうよ。ブラタモリタモさんが大好きだから、私は。うん。なんだけど、やっぱそもそもね、なんかもうタモさんってもうあんま会えないじゃん。なんていうの？アーティストがもうあんまり会えないじゃん。タモさんって、今。そうだね。笑っていいともうないもんね。そう。だからさ、そこでなんかさ、絡むと思ったらやばくない？これなんとかなの？竜兵、みたいな。言ったら、竜ちゃんがこう答えるんやろ？ 16 歳なの？とか聞かれて、はい、みたいな。かわいいね。すでにかわいいね。確かに、そうだね。でもなんかやっぱりイメージつくのはやっぱり猟奇かな。ああ、確かに。いや、確かに。だってさ、大御所の方の懐に入り込むイメージしかないもんね。うん、マジで。いや、そうなん、そうなん。でも、レオくんじゃない？その、懐入り込む系入れたい。やっぱ、レオくんもだよ。あ、てか、多分、レオくんが、タモさんの横だわ。やっぱ、あの、やっぱ、リーダー的な感じで、メインで代表して、あの、ビオスと申しますみたいな感じで紹介するのはレオくん。うんうん。あ、そっかそっか。だから、レオくんがベースで、うん、たまに振るのが、まあ、違うメンバーってことか。そう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 。で、リョウキは、親父とか、親父は、大泉洋さんか。紅白の。今思えばすごいよね。いや、あれすごい。未だにちょっと怖いもん、なんか。で、料金だから成り立つもんね、本当に。そうそうそう。なんか、タモさん、つって俺髪切ったんすよとか言って言う、自分から髪切ったこと言いそう。確かに。もしかしたら、切った時の映像とかね、こう差し込まれながらね、あるかもしれない。そうそうそう。うん。そっか。わあ、いいね。なんかそういうのもね、なんか絡みも楽しみだし、そもそもさ、あとはやっぱりさ、M ステはもう、いろんなアーティストと一緒に座るみたいなのも醍醐味じゃん。だから。そうだね。なんか、まあ、ベニューでもまあるっちゃあるけど、なんかちょっと M ステってちょっとドキドキするよね。いや、わかるわかる。そうだね。なんかちょっとさ、まあ、わけあいとした雰囲気もあるけど、割とちょっと厳粛みもあるからさ、なんか、ちょっと面白そう。うん。そうそうそう。ねえ、ジャスティン・ビーバーが来てね、高見な、ね、牛みたいな。やめてよ。すっごい懐かしい話するじゃん。私が見てる M ステ大体 AKB だから、その知識ばっかな。そうだよね。小島さんのシュートサインの最後とか一生話してくるもんね。なんか。M ステの記憶、大体 AKB。確かに確かにそうだね。やっぱならではの空気感とかあるから、なんかそこにいる BE:FIRSTみたいなのは、うん、なんか早く見たいなっていうのはある。そうだね。まあ、ジャスティン・ビーバーぐらい暴れるかって言ったらそんな暴れると思うけど。以上でね、今回はミュージックステーション、まあ、M ステに今 BE:FIRST 出演かっていうね、あのニュース。記事があったので、そちらの話をしてたけど、いやなんか、ま、実際どうなるかね、まだわからんけど、なんか本当もう出てほしいし、出たら楽しみだなっていうのすごいなんかね、高まってきたわ。ね、そうだね。出た時、絶対楽しいと思うし、うん。うん、なんかどういう経緯であれ、結局、いいことだからさ、いろんな番組に出れるっていうのは。うん、そうだね。だし、あとはさ、その BE:FIRSTもそうだし、JO1 もなんか調整予定だみたいな、調整に入るみたいな、なんかそれっぽい記述もあったから、うん。
まあその BE:FIRST をもしかしたら皮切りにいろんなアーティストが出て、みたいな。だからさ、本当にキータロさんなんでさ、なんかこう、結構年代で覚えるじゃん。特にさ、その歴史ある音楽番組の年表入ってんじゃん、大体。どういうこと？まあ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 、そうだね。嘘ではないやろ、別に。結構入っとるやろ。うん。だから、今年、2023年といえば、そういう転換期っていう、もう記憶されるか、キータロさんの中で。そうだね。今後ずっと2023はあの年だなってなるわ。そうそう。だから私がさ、多分もう何年後かに、ビファーストっていつ初めて見せるだっけって言ったら、2023年だよ、みたいな感じで、そうちょっとドヤみたいな感じでさ、言ってくる未来があるんよ、絶対。確かに絶対言ってそうだし、もうそう言ってる未来自分でも浮かんだわ、すごい。でしょ？言ってそうだよね。すぐ出てくんだから。で、私はすぐ忘れるから。本当に普通に聞くからさ。わかった。わかった。音楽にまつわる年表をね、すぐ任せて。そうそうそう。だから今年が本当になんか、すごい年。2023転換期みたいな。いろいろあったけど。うん、あちら側の視点だったらすごい苦しいけど、でも2023年はその、いろんなボーイズグループにとっては結構いい転換期だから、絶対。そうだね。なんか歴史が変わる、動く年かもしれんね。ほんと、音楽の日とかのコラボとかさ、からの結構いい流れにはなっとると思うわ。うん、うん、そうだね。まあ、だからさ、BE:FIRSTの次の活動が楽しみだよね。そうだね。